せーの、はいどうも、茶の水にはスペルです。マネです。はい、今回もね、早速やっていくんですけど、はい、はい、今回はですね、サムネにもある通り日本の闇についてちょっと話していきたいなって思います。はい、まず先日ですね、安倍総理が辞任表明し、ツイッター上では空虚なコメントばかりが飛び交っていました。まあ、僕もね、ツイートで言った通りなんですけど、まあ、今のも若者は政治への関心が全然ないんですよ。じゃあ安倍総理が何を達成して何を残したか分かります？アベノミクスはしたよ。じゃあアベノミクスって具体的に何ですか？ふなしい。はい、皆さんも聞いてみてください。多分大半の人が分からないと思います。なのにお疲れ様でしたっていうコメントは、何に対してお疲れ様でしたって思っちゃいます僕は。まあ、このようにね、日本という国は国民が政治に関心を持たない国、いや、そうさせられた国だと知ってほしいんですよね。どうしてそんな国になっちゃったのか、今回はお話ししたいと思います。まずぶっちゃけですね、日本に住んでて幸せですか？ハッピーハッピー。はい。多分ハッピーって思う人が大半だよね。うん。それは内戦とかもないしさ、うんうん、すごい平和じゃん。落とした財布も戻ってくるってぐらいだし。俺3回ぐらい戻ってきてな。いやお前こっちに賛同しないとお前こっちに進めらんねえじゃねえかおい。悪い。はい。でも幸せにもかかわらず、日本という国は実は欠点だらけだったんですよ。うん。これ例えばですね、まあ、現在というのは高齢化が進んでますよね。でこの高齢化率っていうのは 27.58% でなんと世界1位なんですよ。うん。他には精神科病床数が世界1位、そして寝たきりの人数が世界1位、若者の自殺率が世界1位、その他ね、こちら画像に上がってる通りです。なんか結構えぐいね。そう、怖いわだそれぐらい世界に誇ってる、いやワースト1位がたくさんあるんですよね。でまあそれにはかなり深い闇が存在します。まず WGIP をご存知ですか？知りません。これはウォーギルトインフォメーションプログラムって言って、太平洋戦争終結後、連合国軍最高司令官総司令部による日本占領政策の一環として行われた、戦争についての罪悪感を日本人の心に植え付けるための宣伝計画である。まあ、具体的にはですね、1945年の7月26日に三国共同宣言であるポツダム宣言を受け、8月14日に受諾しました。これは日本に対する、まあ、無条件降伏ですよね。それで日本は負けを認めたんですよ。そこから、まあ、歴史で学んだ通り GHQ マッカーサーによる間接統治が始まりました。まあ、当初ね、日本はアメリカにとってとても脅威だったんですよ。それは学力のレベル、戦闘機のレベル、国を思う愛国心、全てにおいて高いレベルであったんですよね。それに立ちはだかる日本人は邪魔であり、その日本の復活をアメリカは恐れたんだよね。だから内部から破壊すべく、日本の政策を根本から変え、腐らせる必要があったんですよ。そこで行った政策というのが 3R5D3S という政策なんですよね。すごい算だね。そう。でこれは何かというとですね、 3R とはリベンジ、復讐、リフォーム、改装、リバイブ、復活、この基本原則から成り立っております。 5D とは重点的施策であり、武装解除、軍国主義の排除、工業生産力の破壊、中心勢力解体、民主化、この5つです。そして 3S とはこちら補助政策であり、スクリーン、スポーツ、セックスの3つです。はい。まあ、この 3S 政策というのは有名なんで、こちらをねちょっと具体例を挙げていきたいと思います。まずはスクリーンからですね。映画は予告プログラミングである。映画やテレビでは人が何度も死ぬ場面が繰り広げられているが、銃撃されて死んだり、爆弾が爆発して死んだり、ウイルスで死んだり、これらを何度も何度も刷り込むことで、現実にそれが起こっても誰も反応しなくなる。まあ、要はプロパガンダですよね。はい。で次はスポーツですね。これは体力を消費させ、ストレスを解消させて、社会に対する悪や政治問題に興味を持てなくさせます。スポーツすれば満足するってことですよね。確かにね。そしてセックスですね。こちらはですね、まあ、闘争心が旺盛な若者を飼いならす最も効率的な方法がセックスなんですよ。でちなみにエッチなお店とか DVD の数も日本は世界で1位です。それは誇っていいね。特に児童ポルノはすごい。
それはダメだね。だからまあ男というのは単純ですよね、昔から。まあまあまあ、そうそう、まあここまで話したんですけど、民主化を求めてる世の中なのにみんな政治に興味ないのはこういうことなんですよ。さらに若者は選挙に行かないじゃないですか、うん、あなた行きます？行ってないな。ぜひ行ってください。そしてさらに闇は続きます。第二次世界大戦終結後においてメディアを使って洗脳させました。それはテレビやラジオ、新聞や雑誌、いわゆるマスメディアが確立されたんですよね。さらに中央情報局のスパイまでもが潜入してるというお話です。ここからはマジで本当に消されるかもしれません。やばいよ、顔出してるから。やばい話いいですか？やめましょう。気持ちが高ぶっております。行きましょう。ぜひ伝えたいと思います。正力松太郎という方がいます。でこの方は CIA の協力者であり、コードネームが PODAM と言います。で日本の内部官僚であり、実業家、政治家、元読売新聞社の社長です。そしてもう一人紹介したいと思います。尾形武虎という人物です。この人のコードネームは POCAPON。 この二人はまあスパイとして有名なんですけど、このスパイリストがアメリカの情報公開制度により2007年にようやく公開されたんですよ。でこの二人の名前が出てきたと、うん、でこの2番目に紹介した尾形武虎さんはすごいヤバくて、日本のジャーナリストであり政治家である、そして朝日新聞社副社長、自由党総裁であり内閣書記官長、そして内閣官房長官も務めており、副総理などを歴任してんだよね。お金だけじゃなくて権力もメディアに対しても強い。そうそうそう、すごいね。でしかもこの尾形さんの三男の尾形四十郎は元日本銀行の理事なんですよね。さらに第29代内閣総理大臣の犬養毅の親戚でもあるんですよ。この尾形武虎さんなんですけど、まあ、何をしたかというと、アメリカを無条件に支持し、アメリカに服従する政党と政権を他国に成立させ、そのための資金をアメリカが提供するという。その他にもいっぱいやってるんだよね。ちょっと挙げときますね。まあ、要はね、どういうことかというとですね、日本の中枢から腐ってるんですよ。その権力のある人たちがね、はい、スパイだったっていう。まあ、国のお偉いさんがアメリカの手下だったって考えたら、もうこの国終わってますよね。はい。だから皆さん、いい加減マジで気づいてください。敗戦国は必ず植民地になるという歴史が存在します。私たちは気づいてないだけで、間接的に植民地支配されてるんですよ。はい。今日本のさ文化どうです？横文字だらけじゃないですか。そして海外のファッションブランドだったって海外のお店とかすごい日本で増えてるじゃないですか、うん、でも日本人ってアメリカ人かっこいいって思いますよね、はいはい、アメリカ人の血欲しいって思いますよね、うん、アメリカ人のハーフになりたいって思いますよね。でもアジア人のハーフになりたいって思います？思いますよね。そういうことなんですよ。それくらい日本人はアメリカを尊敬させるっていうのを洗脳させられてるのよ。そういうことです。はい。そして今年は終戦75周年です。メディアとかで言ってる終戦記念日あるじゃないですか。あれって何ですか？何が記念なんですかって僕は思います。記念じゃないですよね。戦争に負けたんですよ。これは言わされてんだよね。そう。いい加減気づいてくださいってことです。日本人白地化計画と日本人奴隷化計画なんだよね。これが。日本はアメリカに守られてるって考えてる人は本当にもうやばい。なんで日本にあんなアメリカ軍があるのかと考えてください。敗戦国に兵器を持たせないのはもう当たり前です。世界平和を歌って核兵器を持たせない、軍人を作らないのはそういうことです。はい。憲法も変わりましたよね。で私たちの考え方自体変えられたんだよ。これでもそれ通りになってるからね。そう、今回の話はね、ここまでとなったんですけど、かなり熱い話でした。うん。まあ、僕らが伝えたいのは、このような闇はね、テレビでも言えないし、もちろん大手の YouTuber さんも言えません。だから僕らは発信し、知ってもらうことが大事だと思ってます。だからビジネスとかで YouTube やってる人には絶対負けません。これからもね、ちょっと頑張っていきたいと思います。なので、ぜひチャンネル登録していただけたら幸いです。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。日本にスパイ防止法がないのは日本にスパイがいるからだよね。